ラーメン北海道のラーメン天ぷらラーメン、シャコタン半島の天ぷらラーメン天ぷらラーメンとは、北海道西部の尻別総合振興局に位置する、シャコタン半島地域などで食べられているラーメンである。鶏ガラや鰹節などをベースとした塩味または醤油味のあっさりしたスープに、縮れの緩い中細麺または中太麺が組み合わされ、具に揚げたてのエビの天ぷらが一本。 内し日本トッピングされるのが特徴である。天ぷらから相当量の油が滲み出るため、あっさりした塩味や醤油味のスープとの組み合わせが多いが、味噌味を提供している店もある。エビの天ぷら以外の具は、ネギとメンマのみとするシンプルなものが基本となっているが、チャーシュー、ナルト、フ、ワカメなど数種類の具を乗せる店もある。発祥については定かではないが、 北海道岩内郡岩内町では終戦後間もなくの1950年代諸島には大衆食堂などでかき揚げを乗せたラーメンが供されておりこれが天ぷらラーメンのルーツとされるこのかき揚げは近海で採れた魚介類を使ったものが主流であったが1980年頃からはかき揚げに代わってエビの天ぷらを乗せるようになったこれはかき揚げに比べて エビの天ぷらの方が、見栄えがして、贅沢な感じがすることや、輸入レートエビが、安定的に流通するようになり、仕入れや、在庫管理が容易であることなどが理由とされている。現在では、岩内郡岩内町および京和町、古郡白村、古平郡古平町、シャコタン郡シャコタン町などのシャコタン半島地域のほか、近接するアブタ郡クッチャン町などで、ラーメン専門店ではなく、 大衆食堂や、蕎麦店などで提供されている。AB、秘密の県民賞2012年11月22日、放送 AB、これいいね。天ぷらラーメン2013年3月22日、北海道新聞長官 AB、お散歩北海道、豪華エビ天ラーメン2014年5月21日、北海道新聞長官。 吉田類の北海道港町巡り2014年2月16日放送。ありがとうございます。